マジの家ミサムです。ジョスヤです。ユクです。ということで今回も続きからやっていきたいと思います。もうね、もう分かんない。チェスエグです。もう場所がね、もうチェスエグです。分かんないのよ。チェスエグです。ただね、もう行ってない部屋をね当たっていくしかないんでね、ここが行けない。あえての戻る作戦ね。いや戻ってもねえだろ、最後の部屋だから。あれ人形見たらちょっと怖かったよね。まあ、ここ行ってないよね。15秒。色のない靴で通ること。読もう。あるところに兵士がいて、彼の国は滅んだが、カラスのことに気がつかず、さらには自分が死んだことにも気がつかなかった。その兵士は死してもなお見張りを続けていた。城跡の定石の、定石の真ん中に立って、正面右左、正面右左と頭を振り続けていた。終わった。終わった。時間ない時間ない。一旦タイム戻ろう。行こう。これ前振りたやつ何も入ってない。持ってく。空き瓶持ってく。OK。うい。時間ない。よいよ。こんぐらいならよ。こんぐらいならよ。行くぜ。もう一回行く。そうか、この作戦があったな。あ、入ってる。うわ。今日一びっくりした俺今。あとは？その奥怪しいんじゃないの？これ怪しいね。あっ！ちょっとやらかした。下手こいた。でも分かった、行く場所。これだ。ピン。セブ。知ってるわ。ボケパチンコ。セブ。読むの？また。これさ。これでしょ。頭蓋骨。真ん中に立って正面右左。正面右左。あの頭蓋骨全部じゃあその兵士の頭蓋骨ってこと？そう。あれが正面右左。すごい増えるだね、頭って。真ん中から正面右左、正面右左。真ん中は上右左。正面右左、正面右。下。渦状に。下はないよ。正面右左、正面。正面。正面。右左、正面。右。一個足りなくない？足りるよ。右左正面右左左足りないじゃん。左あれ取ってなかったっけ。あれあの本題に潰されてからセーブしなかったんじゃ。あーそっか、これ取ってないんだ。ありがとうございます。じゃあお疲れっしょー。セーブしちゃう。どうする、セーブしよう。しよう。これセーブ大事だから、こういうゲームはこういうことになるからね。なるほどね。これ身をもってね、皆さんにこう教えするって、お教えするっていうね、僕の技です。いい技だ。で正面右左、正面、これ正面、正面、正面、来た。レバーオン。引く。来た。近くて水が流れる。あ、わかった。あっ、ナス。よかったね、セーブしといて。よかったー。ナスだったからね。めっちゃ怖、ビビった今。でも分かったね、どこで来るタイミング。もう分かったね。ここで正面引く。はい、オッケー。こうパリンって割れた後、回転祭、回転、あれ戻ってここまで来んの。天才どうした。いや天才だから今わざと間違えてんの。ほらあそこで安心しちゃう人いるでしょ。いるね。その人のためにしそこまで考えてる俺は天才。ありがとうございます。
こうでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そして割れた瓶でしかできねえ。こういく、そしてこういく。天才、また来るよ、また来るよ天才。セーブさせろ。お前なんでお前そんな鬼畜にするんだ。すぐセーブさせないで。お前で水ここだろ絶対。来た、ほら小魚泳いでる。おたま弱心。弱心？弱心？言えよ。お父さんが死んじゃった。終わり。お父さんお前食わせたじゃん。間違えた。絶対そうでしょ。水を入れよう。よし。で？で？お前は水で飲むのか。水か？違う。あ、その中に花びら出る。はい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 。はい。で、来た。あそこだ、あそこ。下だ下。ここだ。おい、天才。怖い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 。もう今真剣にやってる時やめて本当に。何やる？ねえ、ねえのかよ。それが一番怖い。ねえのが一番怖い。絶対何も入ってないな、ここ。血だらけになってる、血だらけになってる。やばいやばい。下行くとこあった。聖母マリア、聖母マリア。ノー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 。ええ、お前ちょっとピクついてますよ。怖い怖い怖い。何もない何もない。本当に何もねえのか。来た道戻んなきゃ。なんかそこ上行けなかった。上行ける。開ける。何？こっちも開かない？開ける。あれ？そっち開くんかい。そしてそしてそして一旦戻る、一旦戻ろ。あのルートまで戻ろ。そして左に行く。あ、ここだ。絶対なんかあるぞ。これ絶対なんかあるぞ。これ絶対なんかあるぞ。これ絶対なんかあるぞ。腕時計が落ちてるみたいよ。よいしょ。よいしょ。死んだのこれ。え？拾っちゃいけなかった。え、拾っちゃいけなかった。腕時計拾っちゃあかん、あかん。腕時計は拾っちゃいかん。腕時計拾っちゃあかん。ここに何もないんだよね。ここね、ここが何もない。血だらけになる。この左があれだよね、腕時計。ここ行けないのかな、どっか。隠しルート的なやつ。分かってるやん、それさっき来たやん。開かない。いける。ちょっと出る。ここが本当にないのか。あ、あるやん。あるやん。あ、取ってくんじゃないこれ。やめて、そういうこと言わないで。走ってないから、走れてないから。あら、通ってくる。来るじゃない、来るじゃない。来ない来ない来ない、もう来ない。本当に。よいしょ。あ、俺来た。え、来るでしょ次。え、来るじゃない、来るじゃない。来てる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 。来るじゃない。え、なんでこんな長いの？いや。まだ追ってきてる、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 まだ追ってきてる。あ、進んでてよかったー。さて、あの時計何だったんだろう。マジで謎。よし、これであのおじさんにやるよ。お前ほらほら投げ、ほらや、鉄格子の隙間から翡翠のパイプ投げてやったや。パイプ何もかにつけた。ああ、これは俺の手、俺の。何者かはローの奥へ
消えていった。誰？隣の牢屋から何者かが出ていくことがした。そういうことしないの。せっかく隠しておいたのに。いっちゃう？うっ、セーブだけさせて、セーブだけさせて。もうやりたくないから、もう同じことはもう繰り返したくない。まあ人生としてもんだからな。そうなの？じゃあ行きまーす。楽しいお菓子作り。病院の子供を持つ親へ。病気の子供を持つ親へ。病気の子を持つ親へ。薬物依存症。どれも汚れていて読めそうにない。ありがとうございます。布にくるまれて。ちょっとこれ待って、ちょっとこれ待って。このね、上のこれが読みたいんだけど、これやらなきゃダメなのか。取る。解屈だ。解屈を手に入れた。血を流せ。お前、え、あれ読まないの？どれを？またもしなかった？え？それを。これ？違う。これ、あれ？これって。あ、これ読んでねえか。靴履かないの？わかった。毒。毒。自分で靴履いて。違う、でもあれさ、靴なんけ。色のない靴でしょ、確か。色のない靴か。これじゃダメなんじゃない？どこで、どこで、どこで、どこで？うっちゃ。あ、色のない靴。水、あそこにあるやん。洗うってこと？洗うんじゃない？血で染まった靴ってこと？血を流せ、そういう意味か。自分で血を流すんじゃなくて、天才。じゃあこれ絶対水が来た。あ、赤くなった。おたまじゃくし大丈夫？自動で使用されるラッキー。ガラスの癖で凍ったら致命傷だよね。うえー！どうした？それはせこいわ。まああれはねえな。それはせこいわ。そんなギリギリで来る。ビビってマジで。正直マジでビビって今。いや、正直って言わなくてもわかるわ。マジで怖かったんだけど今。来るよ。うまい。やばっ。焦ったんだけどさ、なんか動いた手が。これがあれですか、あのゴッドフィンガーですか。加藤隆。それあれな。ゴッドフィンガーでしょ。ゴッドフィンガー、まあそっか。あれを開発した人ね。潮吹き。え、なんかさ、そんなどうでもいいね。そんなのどうでも時間ないもん。来た。ちょっと待って、おかしくね。毒の上歩けるんちゃうの。毒の上歩けるけど時間はほらかけないじゃん。そんな無理じゃね。だから寄り道せずまっすぐ行けよって話よ。で、いやほらもうそれで。そう、これがもうロスタイム。これロスタイム。これロスタイム。一秒も無駄にできないタイムねこれ。あ？オッケーオッケーオッケー。一秒も無駄に、あの横に入れるとかもうそんなん気にしちゃいかん。そう、そのだから。そう、それがもう無無もうもうもう目隠してくださいみたいな。これはもう。そう、フェイク。間に合う。フェイク。ほら。お前か。いや友達ってなんだろうね。さあ読めよ。彼女は臭い。違う。だとしても中抜けちゃってるからね。ただの悪口になってるから。確かに、ね、臭いはあかん。だって彼女は私をこの病気から救ってくれるから、私は彼女と友達になることにした。攻めようか。いけー。もうなんかいたね。壁の高いところに時計がかかっている。ああ、え、小さな瓶が入っている。取る。かわいい小瓶を手に入れた。ああ、かわいい小瓶が。怖い。これやばい。怖い。吐き気止め拾う。うちにぃーしても分かったね。あれを拾ってさっさと逃げるよってことだ。よし、取る。
目ん玉化けが飛び出てくるぞ。あっちから来るから、まずはこっちにいよう。はい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 、無理じゃね、無理だね。一回プップップって言えばいいじゃん。あれどうやって逃げようかな。あれ以外のやつ一回試していい？いいよ。まあ俺がプレイヤーだからな、しょうがねえな。確かに確かに確かに。愛はそこにある。なあ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 。目薬取ればいいのかな。今目あったよね、右に。行くぜ、こっちから行く。こう来た来た。オーマイガーオーマイガープロ。あれ猫ちゃんが、どこだった、危ねえ。やばくない、今のめっちゃプロくなかった。帰る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 。どこに帰る。下下下下。え、帰れるこれ。だってもう色がさ、あらあららら、なんかいるよ。人形のこれ体じゃない。あ、人形の体だ。紫の誰かに。ゴキブリか。別にこいつらはいいんだよね。あそこに置けばいいんだ。でもリアルの現実だったらこれめっちゃ怖いからね。確かにね、ゴキブリが出てきたら一番怖い。お化けよりもゴキブリの方が怖いわ。お化けなんて嘘だよ、ゴキブリは本当だから。そうだよお前お化けなんて嘘だよな確かにその通りだわ。ゴキブリは本当だから、いるから。くっつける、カッチン、組み合わせる。来た来た、台座に乗せる。うえ、そこだけ？あ、そこだ！降りようか。俺はセーブさせてくれ。俺にセーブをさせてくれ。マジマンジだな、お前は。君がうまくここから逃げられようが、この家に食われようが構わないんだけど、どちらかというとね、君に逃げてもらいたいなと思ってるんだよ。まあ死なないでよ。黙ってセーブさせろ、てめえ、この野郎。教えた、こっちなかった。これはもう。行くぜ。いやいや、ラストか？ちょっと本当にって聞かないでほしい。大丈夫？大丈夫大丈夫。可愛い小瓶持ってみよう、こっちは。行くぜ。可愛い小瓶何の役に立つんだよ。敵来たらぶん投げて、あら可愛いってなったら逃げる。何も見えない何も見えない。うん、私の部屋までおいで。来たよ。お邪魔します。あ、お前死んでる。ああ。どけ、ちょっと来たぞ来たぞ、これが最後か。はい、なんかあるよ。分かってる、なんかあるね。嫁、私は病気で死ぬ、だから彼女の体をもらうことにした。彼女の体で生きることにした。いいよね、だって私たち友達だから。私に体くれるよね、友達だから。逃げる準備しとくよ。だから今日も遊びに来てくれたんでしょ。ねえ、まだかよビオラちゃん。お前、俺が来ること分かっていたな。逃げる準備。お前が魔法使いだったのか。ちょっとこんなんあり？あり。逃げる準備しとくよ。パリン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 。いいね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 。うまい。おお。おお。あ、ダメしたか。いやー。いや。俺マジ顔がガチなりすぎてさ、喋れねえんだわ。来いよ。お前押せんだよ。エグ選手。どこ
こだよリッチを思いっきり忘れてた。今のルートだね。今のルートだよ。天才的なあの逃げ方をしたからね。いいねいいねいいね。まあ、ここまでは手慣れたもんですね。早い、早すぎる、早すぎる。いけ、おお、うまいうまいうまい。からの、あ、ちょっと誰だった顔。次はいけんじゃないですか。これどうにかさ、あのカットで一回でクリアしたことなんだけど。それは俺が決めることじゃないか。よし、見とけよ。はい。俺が本物の逃げ方見せてやる。最速ルートだ。最速ルート？早速なんかダメな感じがするけど。そこで、はい。そこ穴来るよ。いいね。しゃ。やっと終わったー。サムネ。サムネ。はい。やっとお家に帰れますね。お手紙だ。どっち？どっちだ？ああ。昨日はとなって悪かった。森の国は魔女が住んでいて、迷い込んだこともさらうって昔から伝われていてな。その友達の家が森の近くだって言うから心配になったんだよ。その友達エレンちゃんだっけ？その子の家に。その子の家に遊びに行くのは構わないが、あまり。ははは、あ、了解しました。まあまあ、いろいろなんか探索しようぜ。その看板何？エレンの家。森の出口。あ、あれがエレンの家ってこと？そうそうそう。あ、友達死んでたってこと？そう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 。はぁー。かわいそう。欲しい？帰り道分からなくなっちゃったね。あら。ラブホみたいな。ラブホみたいな、確かに。夜光らすこれ。行くとこねえじゃねえかよ。可愛い子見何に使った？確かに可愛い子見て何に使うのこれ。ああ、がっつり答え書いとるやん。答えだったね。思いっきしの答えだったね、あれ。はい、はい、お邪魔しました。お邪魔しました。イエイ。余裕だったね。土足？ん？土足？あ、お父さん。とっつぁん。とっつぁん。とっつぁん。銃なんて装備して。ビオラ。ビオレです。ビオラなんだな。無事か？どこも怪我しないか？ああ、よかった。お前の帰りがあんまり遅いから森の中を探してたんだよ。とにかく無事でよかった。雨も降ってきたし、早く家へ帰ろう。ビオラ。ああ、ビオラ。来た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 。なんだ。お父ちゃん、撃て。お前、しつこいな。下がれ、ビオラ。はい。かわいそう。はい。ナイス。ワンキル。ワンショットワンキ、ツーショットツーワンキル。どうした？オッケーだ。はい、すごい。かっこいいな。この世から消える技術も持っていたあの子。確かに。なんか話してね、なんか話してほしいよね、あれね。はぁ、エンディング。ってことで終わりましたね。終わった。吉野小勢最後ですね。吉野と小勢でしたね、最後は。吉野小勢
どうだった初めての魔女の魔女。ま、え、余裕。こいてるな。余裕。余裕。余裕。こんなんもう余裕。まあ、時間にしたら1時間くらいで終わったもん。そうね。大体ね、大体そう。1時間くらいでね。余裕だねじゃん。余裕。まあ。いや余裕だった、だいぶ。2回目の魔女の宅急便じゃなかったっけ、魔女のお家、魔女のお家どうだったの。いやいや、え、いやいや、だろうな、うん、何もしないもんな。いや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 、俺がいなかったらお前は来たときになかった。なんでもう怖くてちびってたよ。ちびってねえじゃん。怖か、怖くもねえけどさ、ビビった、びっくりした。怖いよりもびっくりした。あ、ほんと。うん、でもクリアしたじゃん。したね。天才じゃね。あの謎解きのあのスピードよ。シャ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 ッエンド。何も言うことないのかよ。エンド？エンド？続きあんのかもしかして。なんかね、確かね。これ続きあんのか？いろいろあるね。これ続きあんのか？さあ、エグ君頑張って。まあ最初に言ってくれよそういうの。まあなんでまたこれなってるかというとですね。これエンディングもう一個あるんですよね。それを今からやります。この部屋に入ってこっち行ってそのタンスの中にナイフがあるからそれを取って。無理だろ。ごめん。今のナイフを取って玄関まで行けばもう一個のエンド。もう一個のエンドね。みんな見たいでしょ。それを今から俺が命がけでやってるとやりますっていうわけですよ。だからもうしばらく見てください。いけるか。あ、でもそこはもう慣れてきたね。そう、落としたのも、おすげえ。こんなに差をつけろ、こんなに差をつけろ。で、それを取って、おい、うまい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 。来た来た。神2発。これがもう一個のエンドです。やばー、ありがとう。天才にも程あるわ。マジっすか。やったな。1分足らずや。ちょ、1分足らずや。これがトゥルーエンドの1分足らずや。お前初めてトゥルーエンド言った気がする。俺の前で。え、ね、え、うん、何初めてトゥルーエンド言った気がする。これお前クリアしてないの。ちょ、お前と2人の実況でだよ。あ、そうな。全部ボツエンドだったろ。お前そういう言い方すんの。下手くそではねえんだよ別に。しつこいな。お前そんな冷静な顔する。そんな、ああ、あら、あらあらあら、いつまで追いかけてくるの。もうすぐその体は死んじゃうのに。びっくりしてるもん。え、そんなこと言うの。それな。え、ちょっと、いや、そういうこと言うんかいみたいな。やめてやめて。なんでそういうこと言うのって。返して。やだよ、この体どこも痛くないんだもん。ちょっと待って、こっちか、あれか。今度一度私にくれた体じゃない。どうして返す必要があるの。体奪われた方か、こっちが。ねえビオラちゃん、ちょっと待って、いや、ん、意味わかんない、意味わかんない、全然トゥルってない。私のことがかわいそうだったんだよね。病気でベッドから起きれなかった私のことだから、私の魔法で二人の体を交換したんだよね。1日だけ？うふ、そんな約束したかな。私の力で私のこと閉じ込めちゃ、私の力で私のこと閉じ込めちゃったにはびっくりしたけど、無駄だったね。だって私の家だよ。私が殺されるわけないじゃない。あの家はずっと私を案内してくれたんだから、私がここから出られるようにね。まだ死なないの？我ながらしぶといな。あ、もしかしてお父さんのことが気がかりで死ねないのかな。私知ってるよ。ヨロちゃんのお父さん二人だけの家族なの。ヨロちゃんの記憶が体に残ってるんだ。優しそうな人だよね。お仕事は漁師さんかな。わざわざお手紙までくれていいお父さんだよね。自分がいなくなった後のことを心配してるんだね。大丈夫、
私がピオロちゃんの分まで愛してあげるよ。ピオロちゃんの分まで愛されてあげる。だからピオロ、お前ピオロやれ。あ、じゃあお父さんやれ。ピオロなんだな。ぶつか、どこにも怪我しないか。なんだ、どうせ。助けて。よ、やれ、開けるな。えい。あー、かわいそう。えい。あー、痛いね。あふう。悪い子や。悪い子や。俺操作してた人悪い子や。小悪魔ちゃんだね。え、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃ全然トゥルーじゃない。え？全然トゥルーじゃない。え、何これ。嘘。え？そんなんあんの。全然トゥルーじゃない。え、全然トゥルーじゃない。あ、タヌキ、猫、食べた？食べた。消えた。え、全然トゥルーじゃない。お前の情報がどれだけ嘘かわかるよね、これで。何が？トゥルーじゃん。全然トゥルーじゃない。全然トゥルーじゃない。ビオロちゃんは幸せだった。さっきのでいいじゃん、別に。バイバイ。